おじさんがもずくの選別のバイトがあるから来ないかと手伝っていくうちに、ウミンチュっていいなって。沖縄は寒い時期に糸もずくと女もずくを収穫始まってて、でもう今からは太もずくの時期になってます。行きましょうか。ジェットと呼ばれる風圧を利用した海水を吸入するあの装置がついてて、海水ごと水を吸い上げて船の上でポイに落として、モズク以外のゴミをここで選別して、船の上でもカップラーメンとか作るんでポンと入れて食べると美味しい。麺代わりにモズクで買えたかった。はい、モズク。沖縄でいうユイマールっていう助け合いの輪があって、誰かの船が壊れたとか収穫する時期がもう迫ってるとか、そういう時にみんながこう船を出して一緒にこの畑のモズクを買ってあげたり。同級生ですか？1個上、青年部の若手。若手かね。若手だろ。海ぶどうの施設で学校から帰ってきた子供なんかが来て一緒に作業したり。海ぶどう美味しいから。港に帰る時に昨日は漁で晩飯のマグロ釣って帰る。こう煮たりしたら沖縄の魚美味しいからね、煮崩れしなくて。あ、魚の味が一番分かった。子供なんかもね、マウスに大好きだよね。女もずくとかを作らしても去年もナンバーワンでしたし、真面目だし、交流も積極的にやってもらってるので、人としても相当成長してきてるのかなと思って、今日の今度は運営を見てもらいたいなといった気持ちはあります。もずく畑に到着。中学校の頃に見てた海っていうのはスタボロ状態の時だったんですよ。もう魚もいない、サンゴもない。今ではもう20年経ってリュウグウジョウぐらいの魚がもう舞い踊るっていうか、すごいいい環境に変わってきてる。できます。愛を持って接すれば海は変わっていきます。